カウント、ライトへ持っていったのか、ターンに下がっていく、フェンスの手前だ、ジャンプ取れない、さあファーストからサードに切って三塁を回った、ボールは中継が届けホームイン、柳田タイムリー、1対1同点を追いつきました。片手でライトへ持ってきました。カーセもハーフウェイで一回様子を伺ってからスタート、ホームインです。1対1同点を追いつきました。かなり苦しみながらという感じもあったんですが、最後よく柳田が